どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。先ほどアップデートプレビュー第2弾が、発表されました。それをですね詳しく見ていくことにしましょう。まず新しいリーグが2つ追加されます。チャンピオンリーグに1つ、上がつくということなんですけれども、タイタンリーグ、そしてレジェンドリーグが追加されます。じゃあタイタンリーグのトロフィー帯はどんなものになるかというのがこちらです。ドン、チャンプ3、チャンプ2、チャンプ1、チャンピオンリーグにも3、2、1というランク付けがされます。見てご覧の通りですね、300ずつ上がっております。タイタンリーグ行きてーって思ったそこのあなた、トロフィー数がなんと4100ないと、タイタンリーグ3になることができません。そしてまだ前人未到の、まだ誰も達したことがない、5000のトロフィー数なんですけれども、レジェンドリーグ5000以上での状態でリーグを終えたプレイヤーはですね、プロフィールにレジェンドリーグでの功績が表示されるようになるということです。そしてですね、前の月のトーナメントの結果と今まで格闘した最高記録が表示されます。まあ、何のこと言ってるかちょっとわからない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ要するにですね、レジェンドリーグにはですね、なんと、もちろんですよ、他のリーグ同様にですね、降格したり昇進することはできます。ただしですね、リーグの期間が終了した時点でトロフィー数が5000以上のプレイヤーはトロフィーがリーグ終了時にリセットされます。そうなんです、リセットされたトロフィー数はですね、レジェンドトロフィーとしてプレイヤーのプロフィールに追加されます。そしてレジェンドトロフィーの数ですね、どんどん蓄積されていくんですね。なので自分のプロフィールの欄にですね、もう自分のですね功績がどんどん蓄積されていくわけなんですよ。プレイヤーランキングにもですね、レジェンドリーグのトーナメント情報が表示されるようになります。そしてここにはですね、前回のトーナメントの上位のプレイヤーが表示されるようになりますと。そしてですね、全リーグ共通なんですけれども、ブロンズからレジェンドまで共通なんですけれども、1ヶ月ごとにリーグの更新がされます。今まではですね、今までは2週間ごとにですねリセットされていましたけれども、毎月第1月曜日の14時に更新するということになります。ということで第2弾のアップデートプレビューをザラッとね、解説していきました。まだですねわからないところあると思うんですけど、まあね、後々やっぱりね、レジェンドリーグにこう行くプレイヤーが多くなってくることによってですね、やっぱクラッシュオブクラン本当に楽しくなるかなと思います。ということでまだまだ多分アップデートプレビューとか来るんじゃないですかね。ということで公式さんのツイッターぜひともですね、動画概要欄のリンクにですね貼っておくので、ぜひともフォローしてですね、そこから最新情報をゲットしてください。ということでご視聴ありがとうございました。